プロバスケットボール男子 B1 リーグプレシーズンゲーム千葉 JSR 渋谷15日船橋市ララーアリーナ東京米10月の開幕を前にプレシーズンゲームが行われ千葉ジェッツに加入した日本人2人目の NBA プレーヤー渡辺優太が B リーグデビューを果たした 先発出場し、第1クォーター9中盤に正面からミドルのジャンプシュートを沈めて初得点、同じく日本代表の司令塔、富樫勇希からのパスを受けてレイアップも決めた。また、SR 渋谷の日本代表、ジョシュ・ホーキンソンとはマッチアップも。激しい1対1で会場を沸かせた、渡辺は昨季まで世界最高峰の NBA で日本人最長の6シーズンをプレー。 グリズリーズでの作季を終えると、自身の SNS で新シーズンから B リーグ参戦を表明した。約20チームが動いた史上最大規模の争奪戦で、最終的に決めたのはリーグ屈指の強豪、千葉 J。8月下旬に行われた会見では、どのチームも魅力的なオファーをくださったと感謝し、その中でどこよりも千葉 J が熱量をくださったかなと感じている。 ここのユニフォーームを着てプレーできることは光栄優勝を目指して頑張っていきたいと語っていた14日には本拠地で行われたチームのイベントに登場しファンの前で初めて背番号1をつけた千葉 J のユニフォーム姿をお披露目ひときわ大きな大歓声を浴びた皆さんと一緒に優勝を目指して頑張っていけたらと思っていると決意表明した 千葉 J は15日に SR 渋谷、16日にソウル SK ナイツとプレシーズンゲーム、ララーアリーナ東京ベイを行う。今